はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。ポイズングリーンビッグということでね、まあ毒ですよね。はい、接し持ちクリーチャーで序盤をしのいで中盤以降いつもの緑ですね。速攻トランプル持ち、この2体と、まあ、ロジュリーのトロール、ムレヒキーの人狼、まあ、ここら辺でね、押し潰していくというね、はい、デッキです。まあ、かなりシンプルなんでね、特に説明はいらないかなと。まあ、いつもの緑に比べて序盤がちょっと変わってるって感じですかね。さあ、それではやっていきます。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。さあターン終了。さあ刺激の牙、ターン終了。ブロックしてくるかな。さあアタック。さあムレヒキーの人狼。ターン終了。さあタミオの保管、守っていく。結構コントロール系ね、一発目の除去を止められるときつい場合があるんだけど引いてきましたね。まあそれはしゃあない。さあ吹雪の乱闘で倒してアタック、ターン終了。アタック。ターン終了。お、何のデッキだろう。ローグであったりスピリットであったり。虐殺事件か、はいはい。さあフロギーモス、さあアタック。ターン終了。さあタミオの保管。
あと1点、あと1点が届かんぞ。あと1点が届かんけど、ここで倒しとくか。いやー、まあ殴っとこう。ターン終了。ライフ的には問題はないんだけど、殴ってきますか。まあ、トランプル持ってるしね。まいった。ここで民王の補完使えてたらな、強かったけど。さあ、ムレヒキの人狼を出して倒す？いやー、ここはやめとこう。ロルスが来た。ターンもらいます。さあ、アタック。カード引く。土地土地、うん、厳しい。土地結構ギリギリまで切り詰めてはいるんだけど、ただこれ多分ライフ回復より前に勝ちになるんじゃないかな。はい、対戦ありがとうございました。さあ、殴っていく。さあ、トロールだけにこうすんなり通っていきますね。なんか逆に怖いんだけど。どうだろうね、バウンスとか民を構えといた方がええんかな。はい、行くか。完成化した賢者タミオン。タミオンだけど、先に倒す？倒した方がいいかな。ライフ持ってった方が早いんじゃないかな。さあ、アタック。
はい、対戦ありがとうございました。さあ、刺激の牙からいきましょう。なんかフィンが来てくれたら面白いハンドではあるね。さあ、アタック。ブロックはしてこない。本当にフィンが来てほしいね。こっちもなんか殴りにくい感じのハンドではあるが。さあ、ロージュリンのトロール。めっちゃライフゲインするやん。全然回復力が多すぎてライフが減らんぞ。あれ、あんだけ並ばれるときついな。さらにトロール。やば。まあでもライフ回復2点するだけか。さあ、アタック。ノーガード。ターン終了。さあ、甲の祝賀者、めっちゃ回復するな。クレリッククラスとか置かれたらえぐいことになりそう。まあ、次はさすがにブロックしてくるでしょう。さあ、アタック。さあ、後輩刃。ここで使いますか。さあ、フロギーモス。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープ。ハンドが普通のミドタンですね。さあ、ムレヒキの人狼。ライフゲイン系ですかね。そんな感じですね。とりあえず殴るか。さあ、アタック。正直悩むけどね。まあ乱闘が2枚あるんでこれでいいですかね。あ、最高の引きですね。これであれば、でも、吹雪の乱闘取っといてもいいんじゃないかな、殴ろう。さあ、相手のライフ削っていく。そして、騎馬持ちフィン。祝賀者か。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ポイズングリーンビッグということで、はい、まあ序盤をね、摂氏持ちクリーチャーでね、しのいで、その後にでかいトランプル持ちのクリーチャーで押しつぶしていくというね、デッキだったんですけども、何回かそのね、大きさで上回られてどうしようもなくなったことはあるんで、このフロギーモスの枠、不自然な成長とかでもいいのかなと思ったり、でもフロギーモス活躍した試合もあったりで、まあちょっと難しいところなんですけど、まあ速攻トランプルの4-4はそこそこやっぱりね、強いですから、しかも相手の墓地食いますんでね、なかなか抜くのが難しいですけど、はい。まあ、調整の余地はありますけど、はい。なんか、緑っぽくて面白かったですね。はい。さあ、そんな感じで緑好きな方はぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。